こんにちは、です。今回は関数を手入力して計算するというのをやっていきましょう。Excel の初級編ではですね、関数を使って合計とか平均とか最大とかそういうのを解いてきましたで。今回の場合もですね、国語、英語、社会とありまして合計のところが空いているので、サム関数を使って合計を解いていきたいと思います。でその時にですね、初級編でやってきた方法だと、このホームのところから このシグマのマークですね。この下向き三角形を押していただくと、合計とか平均とか数値の個数最大、最小値ですね。ここから適切なのを選んで、例えば合計の場合は合計を選んで、そうすると基本的にこのサムというのが勝手に出てきて、ここの B から D4 というのが今ここ選択しているところですよと。で合計が出てきますよってことで Enter ーキーを押すことによって、この合計を出すということができました。ただですね、この方法でも計算はできるんですけれども、 Excel でよく使う関数っていうのはですね、ここに書いてあるここ以外にもですね、使う必要が出てきます。その時にですね、ここの午後から毎回選択していると、そういう時にですね、使えなくなってしまうので、しっかり計算をですね、自分で入力をして、それで解いていただくというのを覚えていきましょう。そしたらですね、じゃあここの合計のところにサム関数を入力していきます。 じゃあ入力をしていくので合計のところ E の4番ですねこちらをクリックして選択をしてあげてください計算式を入力するときは必ず最初に半角のイコールを入力します イコールを入力するときはですね、シフトを押しながら、数字の0の右側ですね、ここを押していただくとイコールが入力できます。で、イコールが入力できましたら、この時にですね、注意点なんですけども、日本語入力になっていると、下に点々点というのがつきます。日本語入力になっていると、このようにですね、点々点々みたいな波線みたいのがつくことがあります。このようにですね、日本語入力になっていると関数が解けないので、必ずですね、このようなのが出た場合は、半角、全角キーで半角にしていただいて、 イコールを入力してあげるようにしましょうで。イコールがしっかり半角で入力していると、このように下に点点点みたいなのが出てこないので、この状態から入力します。 で、次、合計はですね、サム関数という関数を使いますので、sum という風に入力しましょう。で、そうするとですね、途中まで入力すると、この右側にですね、このように候補が出てきます。もしかしたら下の方に出てる方もいると思います。で、ここに候補が出てくるんですけれども、この候補っていうのはですね、いろいろありまして、クリックでこうやって選べるようになっているんですね。で、今回の場合はサム関数を使うので、サムと。 いいううところを使っていきましょうでは、ここ、選んである状態でですね。で、この時に結構間違いがちなんですけども、Enter ではなくタブキーを押しましょう。タブキーを押すとここから選ぶということになります。では、タブキーを押します。そうするとですね、このように、サム関数のサムというところがですね、大文字になって、カッコがついた形になるんですね。なので、これがですね、サム関数を使う正式な形になっています。そうしたらですね、あとは今までと使い方は全く同じです。その合計をしたいところを選んでいただくと。 ということになりますなので、この B の4番から D の4番ですね、このように選択してあげると、ここが B の4から D の4ということになりまして、合計を出すサム関数、そして B の4から D の4が選択されてますよということですね。じゃあ Enter キーを押しましょう。そうすると180というふうに出てきました。あとはですね、オートフィルは全く同じなので、e の4番、 右下のここの緑色のところですね。ここの部分でダブルクリックをしてあげると、全部にサム関数が入るということになります。なので、関数を入力するときはですね、このように手入力をして関数を入力することを心がけましょう。 この後の動画を進めていくとですね、もう少し難しい関数が出てきますので、その時にこのように手入力ができないと解くのが難しくなってしまいますので、普段からこのように手入力するというのを心がけてやっていきます。またですね、関数に関してなんですけども、テーブルを使っている時というのはですね、関数の見え方が違いますので、テーブルを使っている時の関数というのはどういう関数なのかっていうのを見ていきましょう。 そうしましたらですね、この E の4から E の6、ここをですね、まず一回デリートキーで消してください。で、消していただいたらですね、ここをまずテーブルにします。今はテーブルの状態じゃないので、A の3から E の6ですね。ここまで選択をしてあげましょう。選択をしてあげたらですね、挿入のタブを押しましょう。挿入のタブを押していただくと、ここのテーブルというところがあります。このテーブルをですね、クリックしていただいて、 で、そのままですね、ここにチェックが入っているのを確認していただいて、OK を押しましょう。そしたら、これでテーブルになりましたね。で、ここのですね、数式を解いていきます。そしたらですね、先ほどと同じく、ここにですね、イコールサムと入力して関数を解いていきましょう。で、イコールサム。で、もうここ選択されているので、ここはタブキーですね。エンターじゃないので間違いないようにしましょう。タブキーを押します。で、この状態になったら、ここからここまで選んであげましょう。じゃあ、B の4から D の4ですね。 このように選んでいきます。そうするとですね、サム関数の隣のこのテーブル2括弧、カッアットマーク括弧、国語、点々、社会という風になってますね。このテーブル2ってところはもしかしたら人によってはテーブル1とかテーブル3とか出てる方もいると思うので、特に気にしなくて大丈夫です。そしたらですね、Enter キーを押してあげましょう。Enter キーを押すとですね、実はですね、テーブルにするとオートフィルっていうのも自動でやってくれます。なので、自分でオートフィル、右下のところですね、 このところダブルクリックしてたと思うんですけれどもテーブルにしていただくともう一番上を解いた瞬間にそれに関連して下のところも全部入力がされている状態になるんですね。この点もすごく便利です。 先ほどのですね、テーブルの時の関数の解き方というのを見ていきましょう。ではですね、E の4番、ここをクリックしていただいて F の2を押しましょう。ノートパソコンを使っていて F の2が効かない方はですね、キーボードの左下の FN ってところも押しながら F の2を押してあげてください。そうするとですね、関数の中が見れるようになると思います。で関数の中が見れましたら、このテーブル2というのは何かと言いますと、 ここはですね、このテーブルに名前が実はついてるんですね。で、この名前というのはどこかというと、このテーブルツールというところが、デザインっていうところが今押されているんですけども、ここのですね、一番左方、今グレーになっていますが、ここテーブル名、テーブル2って書いてあります。 ここがですね、テーブルの名前になってまして、このテーブルの名前が今ここに反映されているということなんですね。これは計算式、今見てる状態だと変えられないので、後で変えてみましょう。そしたらですね、この隣のアットマーク。このアットマークというのは何かというと、今計算をしている行を選択してますよっていうのがこのアットマークになります。なので、今サム関数でここの合計を解いてますね。同じ行を指定してますよっていうのがこのアットマークで解いていることになります。 で、この国語点々社会っていうのはですね、今解いている同じ行にある国語から社会までを選択してますよっていうのがですね、国語点々社会という風な記載になっています。なので、テーブルになっているとですね、先ほどまでは B4 から D4 っていう風に書いてあるだけだったんですけど、テーブルの名前プラスハットマーク同じ行の国語から社会を選択してますよという意味になるんですね。そしたらですね、このテーブル名のテーブル2っていうのも書いてみましょう。 じゃあ、エスケープキーを押していただきまして、テーブルツールデザインっていうところをクリックしてください。もしこのテーブルツールデザイン出てないよって方はですね、この外側をクリックしてしまっている可能性があるので、中側ですね、ここどこでもいいので、どこかクリックしていただいて、この一番右側、テーブルツールデザイン、ここを押しましょう。そしたらテーブル名が一番左側にありますので、ここ今テーブルにですね、 じゃあですね、このテーブル2というところをクリックしていただいて、ここを消しましょう。そしたらじゃあここは成績にしていきます。テーブル名を成績にして、Enter キーで確定してあげましょう。そうするとですね、先ほどの E の4番、ここを見ていきますね。F の2を押して関数の中身を見ていきます。 そしたらですね、このようにサム関数、成績っていう風になってますね。成績っていうのは先ほど見ていただいたこのテーブル名ですね。これ成績に変えたので、成績というテーブルの名前になったんですね。なので、テーブルの名前が成績で、同じ行の国語から社会を選択してますよという意味になります。ここのですね、関数の読み解き方は、この後習っていく関数を解いていく上ですごく重要になっていくので、しっかりと理解しながら進めていきましょう。 今回は関数の手入力の方法について解説をしていきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。